はい皆さんこんにちはこんばんはここめチャンネルのしょうが今日は心身の健康ストレスバランス力を身につけるをお送りいたしますよろしくお願いいたしますまあ、ストレス溜まりますよね現代ねまあ、生きていればまあ、昔も江戸時代なんかもストレスがね多少なりはま溜、あ、まってた人たちもいるでしょう全くないっていう生活はないと思うんですよ生きてるとね まあでも現代、いろんなことがまあ,あって、ですね、ここ2023年、2024年と、ですね、いろんな大きな出来事があるがために、ストレスはね、今までよりはかなり溜まっていると思います。で、これからも溜まっていくでしょう。で、そんなストレスについてのお話ですけれども、健康のためにね、ストレスはどうでしょうかという質問をすると、いやー、なるべくストレスはない方がいいよというまあ答えがね、返ってくるんですよ。 まあまあ、それは当たり前ですよね。私なんかもまあストレスがない方がいいですよね。ストレスがあると、まああの、髪の毛と皮膚に出るんですよね。あまり過度のストレスがかかると、ハげてしまう、毛が抜けちゃうんですよねで。あとは皮膚がボロボロになっていくんですよ。皮膚の状態って、精神的な面がすっごく現れるんですよ。だから、あの心にね、 何かちょっとこう、いや、不安だなとかね、いや、困ったなっていう悩みを抱えて、まあ、ストレスの重圧がぐーんとのしかかっていくと、皮膚がね、あの、まあボ、ツボツができたりとか、まあ、失神ですよね。あとはね、まあ、帯状疱疹的なものとか、あとは、まあ、ボロボロになっていくんですよね。あの、乾燥したような感じで。で、人間って、まあ、よくできてますよね。 人間ってね、脳の中に体の設計図が入っているんですよ。で、ちょっとでも、あの、ポツポツって、まあ自分でも全然わかんないですけど、例えば、あの、お尻にね、ポツポツができた時に、あの、ポツポツができたことがわかんないんですよ。まあ、後ろだし見えないじゃないですか。なんだけど、痒くなるんですよね。で、手で書くんですよ。なんで書くかっていうと、脳が命令するんですよ。 で、我々が知らない形で無意識の命令なんですけど、お尻にポツポツが、要するに突起ができるわけですよ。あの、まあ、お尻の皮膚を観察すると、まあ、平らになっている部分にポツポツだからちょっとずつ、まあ、持ち上がってるわけですよね。でも脳の設計図ってそこのところ平らじゃないといけないわけですね。設計図平らになっているので、で設計図とは違うポツポツが突起があるので、その突起を爪で まあ、引っかいて、取れという命令を出して、だから人間かゆくなって書くんですよ。で、その突起を爪で取っちゃえば、まあ、余分な変なものがなくなるということで、で、通常元気だったら、その皮膚が、まあ、突起を書いて、あの、まあ、虫っちゃうわけですよね。で、書きむしっちゃって、傷がつくけど、突起が取れるので、もしそこに、まあ、悪い、まあ、ウイルスなり菌なりがね、まあ、そういう、まあ、がんの元だったり、 そういうものがもしそこに含まれていれば、爪で引っ掻いて取っちゃったので、まあ大丈夫じゃないですか。もうそれが拡大することないんですよね。だそういうふうに自然の形で、まあ、爪で痒くなって書く、傷はつくけど、その突起が取れる。でも再生するっていう形で自然にあの何か悪いものが広がらないようになってるんですよ。不思議な話ですけどね。 でも現代はそのバランスが狂っちゃって、何かボツ,ボツができたらお医者さんに行く。医者に行って薬を塗る。まあボツ,ボツは取れない。で、その薬によってそのボツ,ボツがもっと大きくなる。広がる。あの、最終的には、まあ、がんになってね、手術しなきゃいけないとか、まあそういう方向になっていくんですよ。だから自然に任せちゃって、あの、かゆかったら書いて取っちゃって、で、まあ、がんの根っていうか元っていうかね、まあそういうものがなくなって、 まあ傷はついたけど、まあその傷はやがて癒えるのでっていう自然に任せちゃった方がいいんですけど、今そうやって自然に任せていく人が少なくなったので、まあ、薬なり何な,なり医者に行ってね、まあ、治療したりとかいうのが多くなってしまって、まあ、その脳の設計図通りにあの復元できなくなっちゃったんですよね、体をね。だからバランスが崩れてしまってっていうのはあるんですよ。でこれってストレスも全く同じで、あのストレスって多少かかっていて、 で、その多少かかったストレスを、まあ、乗り越える、まあ、解決することによって体とか心が元気になるっていう仕組みがあるんですよ。体には。まあ、あの、これ分かりにくいですよ。あの、これって1990年ぐらいまで全くストレスは害であって、もういいものは、まあいいことっていうかね、まあいいものではないというふうにずっと1990年。だからちょっと前までですよね。少し前まで。 ストレスは悪であって、いいことは何もないというふうにずっと言われていたんですよね。ところがですね、あの、アメリカ・ニューヨークにロックフェラー大学っていうのがあって、まあ、ここって、あの、野口秀夫がね、まあ、いたところなんですけど、そこのロックフェラー大学の、まあ、そういう心身を研究する研究部門があるんですよ。まあ、日本で言ったら精神科医ドクターの集まりみたいなものですよね。 でそこの人たちがずっと長い間研究をしていて、で、まあ、もう絶対こうだっていう研究結果論文っていうのを発表したんですけど、それが1990年の、まあ、後半ですね、もう2000年に近いあの時だったんですけど、まあ、それ私読んだことあるんですけどあの、その中にですね、ストレスというのは、まあ今までほぼ万丈一致で悪だと、悪いものだというふうに言われていたが、 どうやらそうではないことが分かったというふうに書いてあるんですよ。でどういうものかって言ったら、あの過度なストレスは悪であると。良くないと。軽減させるべきだと。ところがね、ちょっとしたストレスで、まあ、努力すれば乗り越えられるストレスというのがあるじゃないですか。世の中にね。まあ、自分であの解決できるストレスっていうのがあるんですよ。で、解決できるストレスを解決した場合に、得るものの方が数倍大きいという結果が出てるんです。 で例えばの、わかりやすく言ったら、例えばですよ。あの子供が、まあ、生まれたとしますよね、女性が。で、生まれる前後ってストレスかかるんですよ。まず、お腹の大きい時に、あに、赤ちゃんがお腹の中にまだいる時に、あに、この子が健康でね、ちゃんと安全に生まれるかどうか。またはあの、まあ、お腹が大きいと動きにくいですから、生活も支障がちょっとあるじゃないですか。 で、ちゃんと、あの、生まれるまで私が大丈夫かどうか。まあ、あの、お母様の母体の方ですよね。まあ、そのストレス、まあ、不安があるわけですよ。で、あと、生まれた後も、ちゃんと育てられるかどうか。ね。そういう不安がある。あと、生まれて、まあ、ちょっとずつ大きくなっていってね、その成長の中で、自分が親としてね、責任を果たせるかどうか。まあ、親としての責任というのは、 まあ、いろんなものを教えたりとか、経済的にちゃんとこう育てていかないといけないじゃないですか。ね、だからそういうあの、あとは家族がね、ちゃんと円満にね、明るいいい家族ができるかどうかとかね、まあ、いろんなことを考えると不安になってきて、ストレスがかかるというのもあるわけですよ。で、まあ、赤ちゃん、無事に生まれたとして、まああの、半分ストレスはなくなりますよね。ああ、やっと生まれて、あの健康で生まれてよかったということになるわけです。 そうすると、喜びっていうのは、まあ、ストレスがかかってましたけど、生まれるまで。でも、赤ちゃんの顔を見て健康だ。ね、おぎゃーって言って生まれてきた。かわいい。っていうと、今まで、その生まれるまでのストレスっていうのが、プラスに転換されるわけですよ。で、そのプラスって、もう何倍、何百倍にもなって得られるわけですね。あの、かわいい赤ちゃんの笑顔によって。ああ、よかったわ。産んでよかったわ。かわいいっていうふうに。だから、これってストレスがかかってないと、 それが弱いんですよ喜びがでも、ストレスがかかっていれば、それが、喜びがまあ強くなって得られるんですね。で、これが、まあ、ストレスのプラスの影響、いい部分だということなんです。まあ、なるほどなっていうことですよね。まあ、あとは子供を育てていっても、まあ、いろんなことはあるけれども、まあ、楽しい、いい、ね、あの、笑顔で過ごせる部分もあって、やっぱりその笑顔で過ごせる部分、ストレスがかかるけれども、 あの、プラスが大きいって言うんですね。例えば、あの、自分自身でもそうじゃないですか。あの、大学受験とか高校受験とかされるときにね、一生懸命勉強して受かるかな、どうかなってストレスかかりますよ。でも、あの、合格だったときに、まあ、プラスが得られる。大きいプラスが得られる。ということになるわけですね。まあ、反対もあるわけですよ。あの、高校受験で第一志望失敗しちゃったと。で、で受かるかどうかなっていうストレスがあって、まあ、 不合格だった。余計ストレスがかかっちゃう。これはありますね。だけど、そこでくじけてはいけない。まだそれはね、乗り越えられるストレスなんですよ。そこで負けたら人間がただ弱かったということになります。だけど、大丈夫だ。人生ね、あのそんな一時期のね、入試の失敗ぐらいでは大きく変わらないですよ。だから頑張ってやれば、何かいいことがあると思って、まああの、死亡した高校には入れなかった、大学には入れなかったとしてもですね、 あの、いい人生を、まあ仕事をね、あの、いい仕事を自分のやりたい仕事について花を咲かせると。そしたらやっぱりちょっと長期にわたってストレスの調整っていうのは必要だったかもしれないけれども、得られるものは大きいということなんですね。だからそのプラスの反動が出るわけですよ。だからストレスは、あの、全部が全部悪ではないっていう、まあ、結果が出たんですね。まあ、確かに今の話だとそうじゃないですか。で、そこで、あの、私の、まあ友人である、 唯一のね、まあ、最近あお会いしてないです。会ってないですけど、あの、青木くんという日本人のね、あの、友達の中では、まあ、あの、英子さん。まあ、この間、あの、推計するて危ないですね。あの、生放送なので、英子さんの名前を口走ってしまったんですけど、<laughs> あの、英子さんからね、あの、お叱りをいただいて、私の名前喋っちゃってますよということで、<laughs> 下だけだから大丈夫だってごまかしたんですけど、<laughs> ま、大丈夫だと思いますけどね、大阪広いんでね。で、 あのよくある名前なので、まあ、大丈夫じゃないかと思いますけれども、あのそれでですね、その青木くんがね、あの大学のにまに、まあ、一緒にウィンドサーフィンの同好会に入っていて、で、まあ、しょっちゅう2人でウィンドサーフィンをやりに行っていたんですよ。で、結構青木くん、アルバイトをしていて、徹夜明けだったのかな、なんか疲れていてね、 いやー、今日は疲れてるんだよ。いや、海出ない方がいいんじゃないのって言ったんですよ。危ないから。体力がいるんですよ。判断力と。で、ちょっと荒れていたので、まあ、今日はちょっとやめた方がいいんじゃない近場でウロウロしてないよって言ったら、いや、一緒に沖まで出るよって言うんですよ。大丈夫か、とい思いながら、で、青木くんがね、あることをつぶやいたんですよ。海に出ようとしたらね、ウィンドサーフィンで。ああ、あのさ、って言うんですよ、えー。どうしたんだ、青木。こうやって、 結構、まあ、ストレスがかかっててさ、体が疲れていて、精神的にも今日正直し,しんどいんだよ。きついんだって言うんですよ。うん、あ,あそうなんだねって言ったら、でもこういう気持ちと、体が落ちてる時こそ、自分の限界っていうのがわかると思うんだよ。これでウィンドサーフィンに乗って、沖に出て、で、この疲れている、まあ、ストレスがかかっている体と心で、精神で、 どれぐらいまで頑張れるかっていうのを自分自身を試したいんだと言ったんですよ。19歳ぐらいの時ね。青木くんが。で、私も同じ年だったんですけど、え、すごいこと言うなと思ったんですよ。なんかちょっと哲学的でもあり、何かね、ちょっとこう、高尚な、あの、レベルの高いお話じゃないですか。私なんか何にも考えてない人間だったので、19歳ぐらいの時ね。 ただ、ウィンドサーフィンが楽しそうやりたくて、まあ、ちょっとあの女の子にモテるかなぐらいで <laughs> やってたんですよ。だから、あのー、ねえ,え、そんなふうに考えてウィンドウサーフィンをやってるのか、この男はと思って、いや、全然なんだ、え、なんだな、自分と違うなと思って、すごいなあの、こいつなんかレベル高いなと思いながら、え、何え、嘘でしょ、そんなことを、え、嘘、えー、って思って、この男、え、小学生、 三年生の時からの同級生なのに、今まで知らなかった分かんなかったな、そんなことを考えながら生きてたのかと思って、自分よりも格段に大人に見えたんですよ。青木ってすごいなと思ったんですよ。で、じゃあ分かった。じゃあ一緒に行こうかって言ったんですよね。私がね。よし、じゃあ青木一緒に行こう。って言ったら、うん。って言って一緒に行って、30分後に溺れたんですよ、青木くんが。<laughs> 溺れた。いや、もう、ヘトヘトになって、水ンサーフィンなんかできなくて、海に投げ出されて、海も大荒れで溺れて、まあ私が助けたんですけど。いやー、まあね。でも、まあ、とりあえず自分の限界をね、まあ試したというか、経験したわけですよ。でもそういうのって、自分で己のね、限界を知る。己の限界を知ろうとするっていう、 まあ、すごいことですよね、だけどね。あの立派だと思います。まあ、自分にはねあの、私自身にはない部分だったんですよね。でなぜかって言ったら、私ってあ,のあんまり限界がないんですよ。その19歳の時もあの、まあ、昼間そうやって青木くんとかと、一、まあ、人で行く時もありましたよ。あの誰もいな,いない時はね、誘う人が。で、ウィンドサーフィンを、まあ、湘南でやって、で、夕方からアルバイトして、 で、夜、9時、10時ぐらいまでアルバイトして、その後、あの、六本木に行って <laughs>、あの、なんか遊んで、あの、で、明け方近くまで遊んで、で、ちょっと仮眠して、まあ、2、3時間しか寝なかったですけど、で、大学に行って、で、また大学の授業を途中で抜け出して、で、車で湘南まで行って、ウィンドルサーフィンをして、 で、またバイトしてともうずっと毎日それやってたんですよね。で、みんな、やっぱりあの、ね、あの、毎日付き合って、あの、遊ぶと、まあ、お金が持たないのもあって、あと、あの、体力的に持たなくて、バタバタと倒れて消えていくんですよ。だから、あの、メンツが変わっちゃうんですよね。私はずっとそれを繰り返してたら平気だったんですけど、体力があって。だけど、みんなどんどんいなくなっちゃうんですよね。どんどん倒れて。 あんだ弱いなこいつらと思いながら、いや本当に、まあお金の問題もあったのかな、まあバイトしていて全部バイト代そうやって使っちゃってたんで、まあ自宅だったということもあってね、まあかったんですけど、あの、そうなんですよ、青木くんがね、でも今でも覚えてますね、だから青木くんのその言葉と真剣さ。 で、溺れた姿。<laughs> いや、本当に。いや、だけどね、なんかね、学んだような気がしましたね、その時に青木くんからね。学びましたよ、完全にね。まあ、だけど、小学校3、4年の時に、まあ、足踏みミシンやっててね、あの、手を縫っちゃった人間なんで、ね、<laughs> まあ、おっちょこちょいってもおっちょこちょいなんですけど、まあ、でもその青木くんから、まあ、学んだことがあったということですね。だから、それって、あの、まあ、先ほどのね、あの、ストレスの、 研究結果、まあ、全くその通りだと思いますよ。まあ、自分のストレス、乗り越えられたとき、または限界を知ったとき、何か得るものがある。その得るものは、ストレスがないよりも、ストレスを経験して、それを乗り越えた人間の方が大きく得られるというものなんですよ。間違いないですよ。それは、本当にね。うん、だからね、まあ、現代、今、まさにストレスがかかる生活。 経験してらっしゃる方ね、多いと思います。だけど乗り越えていけば得られるものっていうのは大きくなるんですよ。だからこれはね、絶対乗り越えなきゃいけないですよ。もう頭を使って、体も使ってですね。あとはまあ根性ですよ。で、とにかく乗り越えていくというのが必要だと思いますね。うん。ま、ちょっと頑張っていきましょうね、皆さんね。ということで今日は、心身の健康、ストレス、バランス力を身につけるをお送りいたしました。 チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。